プレトリア市役所プレトリア市役所をプレトリウス広場から見る。プレトリア市役所前のプレトリウス広場の四方にはジャカランダの木が植えられて春先には美しく花が咲く。プレトリア市役所は南アフリカ共和国のプレトリア中心部にある大きな建物で1931年に建設が始まり、1935年にプレトリアが市になったのを 岩井1935年に開設された。ポール・クルーガー街に面して、教会広場のすぐ南にあり、この通りの向かいには、トランスバール博物館がある。1926年に、未来のプレトリア視聴者を設計するコンテストが開催され、入場した設計は、FG ・マッキントッによるものであった。当時の南アフリカ共和国の経済的混乱のため、 視聴者の建設は1931年に始まり、やっと1935年に完了した。ホールは、ハンコ天敵イタリア風で完成し、メルローズハウスの元の所有者である、ジョージ・ヘイズが、今日ホールにある32個の塔の金を寄贈した。建物の前にある、プレトリアス広場は、噴水や整備された庭園を含んでいる。公園には3人の重要人物の像が建てられている。 かつてはコンサートや結婚式などのイベントの会場として利用されていた。メインホールには大きなステージがあり、クラシック音楽のコンサートや他の多くの社交イベントにも使用された。しかし2016年以降は一般の利用は禁止されてきた。現在の市議会は二度と公開するつもりはないようだ。ありがとうございます。